こんにちは出会い場就活チャンネルの清水ですさあいよいよ12月に入りましてですね毎回お送りしています25卒視聴者に聞いた最新就活状況そして内定獲得率アンケート12月4日付のバージョンでございますさあ皆さんもどういうふうな状況になってるか大体気になる時期になってきましたねさあこれはです、ね、いつもお話したように YouTube 上の投票機能を使って25卒就活生を対象にアンケート調査を実施させていただいてるんですね我々は主に4つの項目のアンケートを取ってるんですけどまず1つがイン インンターン参加者数がどのくらいのインターンに参加しましたかそして本選考にどのくらい参加しているか本選考参加率そして内々定の獲得状況そして内々定をもらった学生さんにはさらに内定承諾状況について聞いているという状況でですねこちらにあるようにです、ね、この数の学生さんがですねアンケートにご協力をいただいていますさあそれでは早速発表させていただきますまずインターン参加者数ということで毎回お送りしてますけどまだインターンしたことないよって学生さんが 7そして1社から5社が 31%6 社から10社18%そして11社以上が35%ということでですね、まあ、多くの学生さんが何らかの形でインターンを経験しているという状況ですねこれもちろん何度も言ってますけど YouTube を今見てる方という形ですからバイアスがかかってるんですね就活生全体というよりは今活動をしてる、まあ、いわゆる何らかの形で情報収集してる人って見ていただくのがいいと思いますねさあ続きまして本選考の3 参加率、このくらいの時期にどのくらい本選考を経験してるか今回のデータではですねこれをですね今年の最初の方からの状況を見てみましょう我々9月の1日からこのようなアンケート調査を実施して15日単位でやってたんですね見ていただくと9月の最初の時にはですね本選考参加率が20%台だったのがですね毎月毎月少しずつ上昇傾向にあります前回、11月16月日時点で55%だったものが さらに上昇して59%つまりではでに6割の学生さんが何らかの形で本選考を受けたことがあるこのようなデータになってきています。さあそして 内内定の獲得状況気になります、ね、今回のアンケートでは24%の学生さんが内内定を持っているというふうにアンケートで答えられました全体の4分の1の学生さんが内内定を獲得しているじゃあこれもですねやはり我々10月の頭から同じような調査をしていましてですねやはり夏のインターンが終わった直後から内定率というのは高くなっていくるんですねやっぱり夏のインターン終わると、まあ、採用、まあ、先行直結型ですからねそして少しずつ上昇して11月の16日26%だったものが24ですから ま大これはですね、まあ、我々毎年です、ね、このくらいの時期に同じような状況が起きてるんですけどいわゆる早くに就活を終わった人たちはもちろん、まあ、いわゆる YouTube チャンネルを見なくなるそしてこれから就活をする人たちが見てくるってことになると早めにいわゆる就活が終わった人たちの主張が減ってまた新たな人が入ってくるってことで、まあ、全体的に足踏み傾向というのはどっかで出てくるんですね。まあ、大体体今ののの時期足踏み傾向も出てきた、まあ、そういうい意味ではです、ね、内定の獲得率、まあ、全体の大 学生さんっていうデータでは何とも言えませんけど就活を何らかの形でやってる人たちはまあ25%から30%の間の状況で推移してるのではないかなっていうのがまあこのデータを見て推測できるような形ですね。さあじゃあ実際に内定をもらった人たちはどうしてますか、まあ、全体の57%は承諾してません、まあ、そうですねこの時期に内定をもらったからといってまだまだ自分の本命の企業とは言い難い部分もあるからまあ全体の6割はですねまだ承諾はしてない。じゃあ承諾済みでその会社に入 入社予定が17%ですねそして内定承諾済みその会社に入社予定だけど就職継続が8ですから25、まあ、全体のですね4割のうちの25ですから内定をもらった人たちのですね半分以上はなんとですね、まあ、就職先を決まってる早めにまあ内定をもらって承諾をした学生さんというのは就活を就職する学生さんの比率が結構高いってことなんですねそして内定承諾済みでその会社に入社予定ではない18%内定承諾をしてしまって 言うんだけど僕入らないよ私入ららなないってこのくらいよ私いい、ね、まあこれを見ていただくと分かるようにですね、まあ、12月にいよいよ入ってきてですね採用先生も動いてるという感じになってますんで、ね、さあ皆さんいや清水さん今から活動するんですよ僕まだこれからなんですよねって学生さんこれを見て慌ててるばかりじゃないんですねどうすればいいかっていうとですねやっぱり実際の企業に会うことが必要なんですね我々グループディスカッション対策ができてそしてなんとその場でいろんな企業の説明を受けてなんとそう 先攻のプログラム乗って早ければ年明け早々に内定がもらえるっていうプログラムをやってますグループディスカッション対策プラス,スカウトイベントの詳細オーバーはですね概要欄を見ていただいてぜひ我々のイベントにご参加くださいさあこの動画が役に立ったら高評価コメントチャンネル登録そして出会い場のイベントでお会いしましょう